しゃいました。どうもお疲れ様です。はい、まず記念品を一人の方とはいはいどうぞサインボールをちょっと直接お飾りください。あ、わかりました。ありがとうございます。本当に皆さん一生懸命くださって感謝申し上げたいと思います。本当にご苦労様でございました。成績の方はご存知の通り、J1 で18位、残念な結果に終わって、J2 への降格ということが決まっています。でまず本当に今シーズン、上位の成績をまずはお詫びを申し上げたいと思っています。でまた来年に向けてしっかりしたチーム作りをしていきたいと思いますので、ご支援の方をよろしくお願いします。また今シーズン限りで、4年間、本当に力を尽くしてくれた小林監督が退任するということになってますので、本当に J1 昇格、そして J1 に参入を果たしてくれたということで、非常に力を出して発揮してくれたと思いますが、残念ながら今年の退任になります。その人のご報告もということで、はい、今日は本当にありがとうございます。お仕事になった本当にいつも惜しいなと思う試合がたくさんあったように思いますし、残念だという思いで、いましたけど、でも一番悔しかったのは選手と監督なんだろうなと思いながらいつも思ってました。それをバネにして、ね、いただきたいと思っておりますし、本当に小林監督は就任1年で J1 に、ね、昇格していただいて、この3年 J1 の舞台で本当にこう戦ってくださった、もう私たち県民みんなもうすごい感動を何度もいただいているのでね、そのことをお礼言いたいと思っていました。監督本当にありがとうございました。ありがとうございます。山形で、5つのクラブになるんですね。5つ目のクラブになって、それぞれにいいとこがあるし、まだ足らないところっていうんですかね、あると思うんですけど、振り返った中でやっぱり一番サポーターだったり地元の方に近い県だったと思うんですよ。少しやっぱり守備的からこう解放して少しずつ攻撃的にしたいっていうものもあったし、選手もやっぱ限界が守って一瞬の隙を突いていくっていうのをやっぱ限界に感じてたのが去年ぐらいから少しずつ出てて、そういうのを足していくっていうふうな形をチャレンジしてみたんですけど、なかなかそこがうまくいかない。元に戻すとしたときに、今までやれてることだから戻してもちょっとうまくいかない感じですよね。地方のチームでやっぱり3年っていうとバックボーンで大きい会社がないっていうのはないんですよ。すごく3年やれたっていうのは頑張ってくれたなっていうふうに思って、選手に感謝するし、選手の頑張りでいろんなものが変わる来たのを自分の目で確認することができた。ただ嬉しいことに、こんな仕事をしてても仕事をやってくれって本当に感謝する声があるんですけど、どうしてもやっぱりルールとしてやっぱり自分の戦術をやってもらって結果が出てないんで、そこは自分が残るとさらにチーム編成を変えなくちゃいけないんであれば、自分は責任を取った方がいいということで、ここは一度自分がやってきた体制を区切るという意味でも行った方がいいのではないかというような判断をさせてもらったので、取っていくわけではないんですけど、また新しい風が入って第1章がここまでであれば、重ねた第2章がやってくればいいなと思っているんです。僕も、キャプテンを任されたのも監督から言われて続けてきたので、すごい学ぶ、選手人としても選手としてもいろいろ学ぶことが、はい、すごい本当は自分が監督を助けないといけない部分があると思うので、自分がすごい助けられたなと思って、今年の結果本当に出ませんでしたけど、すごい今
経験も無駄にはならないって私は信じているので、あの監督選手以下本当に結果をこの4年出してくれて、その結果においてその環境が良くなったりですね、いろんなものが、改善されましたから、それをもう蓄積させたものにしてまた新しい、クラブ作りをしなきゃいけないかなと思っています。やはり小林が残してくれた、小林監督が残してくれた、あのハードワークとか守備の意識とかそういうものをベースにしてまた違ったチームスタイルを構築して